ることができ、今奥側の散水しておりますが、この後一つ目にした。ピンクがいいの。ピンク。ありがとうございます。ありがとう。風を使う。ピンクでいい？ありがとう。バイバイ。最高です。現在も中国にまで盛んそれが日本へ。よくなって、お当たった、よいしょ。これになります。あ、ゼロソニー、最高。最高。これかこれか。回してください。よいしょ。わあ、三番や。三番や。もう一回しまして、よいしょ。さあ、どこに止まるか。三番。ちょっと、熱いよ。上をったら熱い。あ、ここ風が通ることないで。ここ止まってね。今はしょうがない。お願いいたします。はい、ありがとう。防止のため、Jリーグ新型コロナウイルス感染症対応ガイドライン。
ビートビルダー、イズミー龍也。ビートビルダー、アイムジュン。JP スタジオの皆さんでした。上位同士の非常に楽しみなゲームをお楽しみいただきます。明治安田生命 J3 リーグ第11節 FC 今治対カターレ富山のゲームです。では今治のフォーメーションをご覧いただきましょう。キーパー岡田、ホームデビューです。上原、ハンチュル、園田帰ってきました。そして原田、ドイツボランチを注目ください。飯泉と岡山のコンビです。左に有馬、右に山田、ツートップは桑島、そして夏移籍で今治に来たばかりの沢上がこちらもホーム戦デビューです。カターレ富山の先発を見てみましょう。キーパー岡、左からディフェンスは佐々木、そして今瀬と戸根という今シーズン初のセンターバックコンビです。右に前節ゴールを決めた田中裕介が先発を勝ち取りました。センターフォワードに平松、そして花井はポジション自由にしますので、このトップ下の位置に表示させていただきました。右足で蹴るのが戸高、柔らかいファイエー、いいボールだ。平松のヘディングシュート、その前に笛があったようですが、岡田がちょっと倒れ込んだまま立ち上がることができません。帰ろう。岡田に出血がないかどうかを確認している中井主審です。柔らかいボール、うー、正面か。キーパー柔らかいボールを上げて、園田のヘディングはキーパー正面。いい一覧、シュートブロック、戸高が決めました。富山が先制、均衡が破れます。前半終了間際43分、左から切り裂いてスペースを見逃しませんでした。サイドを変えろという今治のルイス監督。ようやく中盤の岡山へ、前が空きます。久しぶりに富山陣内、触れない、お外から、上原のダイレクトシュート、得意の左足でしたが、まずはシュートで終わることができました。変化をつけます。有馬から柔らかいクロス、お外からボレー、枠の中ではありません。原田、オフサイドがありましたでしょうか。ただ悪い攻撃ではありませんでした。立ち上がりの後半のコーナーキック、ニアに来ました。稲葉のボレー、これは枠の中ではありませんでした。ただシュートで終わることができました。カターレ富山です。稲葉シュート、ニアに柔らかいボール、戸高、もう一度クロス、押し切れるか、岡田止めた。その前にオフサイドがあったようです。ただ岡田ファインセーブ、勇気のあるプレーです。
大谷1対1仕留めるか、決定的2点目、後半からの大谷がこの時間に決定的な追加点を入れました。0対2、欲しかった時間帯に追加点はカターレ富山です。ここでの3点目は決定的な1点です。今治は集中の時間、椎名が近づきます。ほとんどゴール前にいます。折り返し、決定的、田中勝ち点3を引き寄せる決定的な3点目は田中の2試合連続ゴール。コーナーキック、またもコーナーキックからこの田中が3点目を決めました。有馬ドリブル、前が空くが自分でシュートだ。いや、この有馬にはなかなかゴールが生まれない。主審の中井が時計を見ました。ここで試合終了です。アウェーの地、上位同士の対戦、0-3、富山が完勝です。今治をシャットアウトで下しました。Bien, hoy hemos perdido. El rival ha sido muy superior a nosotros, tanto a nivel físico como a nivel táctico. Y cuando un equipo te gana de la forma que nos ha ganado Toyama hoy, pues solo queda felicitarles y aprender de los errores.そうですね、まあ、今日の試合はすごく重要な試合っていうのは、みんな分かってましたし、いい準備をして、入ったつもりなんですけれども、まあ、なかなか うまくプレスがかけられずに、まあ、富山さんのペースに乗っていかれてしまったかなっていうゲームでした、はい、3失点しましたけれども、今まで継続してきたことっていうのはすごく間違ってないと思いますし、まあこれからも、そんなにブレずに変えていくことはなく、しっかり、やっていくことが大事かなと、まあ、今日だからといって大きく変えることはなくて、今まで、積み上げてきたものでやれている部分もたくさんあるので、しっかり上を向いてやっていきたいなと思います。まあ、いい試合ばかりではないですし、まあ、こういう試合もあると思います。ただ負けた試合から学ぶこともありますし、次連敗しないということがやっぱりすごく上に行くチームには必要だと思うので、またこの1週間しっかり修正し直して、連敗せずにしっかりとアウェーですけれども勝てるようにやっていきたいなと思います。今日はこれぐらいに抜けるところを要求されてたんで、そういうところでは、まあ、抜けて起点になるっていう部分は少なかったかなと思います。中盤とか、まあ、前線で起点になる、止めるっていう部分では、まあ、他にない持ち出しかなと思います。まあ、自分がテントで、まあ、昇格するためには、まあ、自分の持ち味っていうのをもっと早く周りに知ってもらうことが必要だと思うんで、まあ、まだ1週間ちょっとですけど、それはどんどん伝えていこうと思ってるんで、自分の持ち味だったり、ここに出してほしいっていうのをもっと要求して、チームに早く馴染めるようにやっていけたらなと